たくよ。これはお店のパンケーキ。パンケーキできちゃってどうしよう。世紀の大発明なんだけど。結果発表は1万。鬼妻チャンネル。鬼妻。鬼妻チャンネルです。無事に1ヶ月1万円生活終了しました。でも終了にはなりません。なぜならば貧乏だからです。1ヶ月1万円生活終わってるようで終わったと、まあ一旦終わらせていただきます。お金はないけど。はいはい。はいはい。はいはい。はい。それで、どれだけ使ったか。と、その前に、12月16日から始めて、1週間の様子を前編でご紹介したんですけれども、まあね、クリスマスをね、どう過ごしていくか。私、カーニバルが大好きなので、祭りがね。すごくこう祭りの血が騒いで騒いでどうしようもなかったんですけれども、まあ、やっぱりおシュートさんが、ね、なんか、プレゼントね、子供たちに買ってあげるよとか言ってくれてね、いろいろ買ってもらったりして、買ってほしいものないって言われるときにね、やっぱり、あ、やっぱ究極に食材が欲しいって思って、食材が欲しいですって言ったら、もうどっさり買ってくれたんですよ。まあその動画も後でこう見てもらうんですけれども、おかげでですね、だいぶ、豪華な生活ができました。買ってもらったのも年末年始とかでね、結構食べてね、だいぶ消費しました。で、残りの1週間、カツカツだったかといえば、カツカツでもあり、でも贅沢でもありみたいな食事はありましたけど、まあ、どれぐらいね、金額が実際いったのか。これは V を見せた後の方がいいのか。VTR を見てください。どうぞ。たくさんのものを買ってもらっちゃいました。本当にサンタがやってきました。我が家にすごく嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。涙が出ます。おい、今日はクリスマスイブです。吸ったらリュウちゃん爆発するからやめて。そう、それ炭酸水だから。おシュートさんからいただいたチキンでーす。ありがとうございます。フライドチキンをそのまま応用して。すが今年もやってくる。ミットマン、あー、喧嘩しない、喧嘩落ちる落ちる。待って、みんなで封して、みんなで封して、リュウト半分半分で封してって、半分封。はい、頑張れ。難しいな。よし、じゃあ次はリオンできたら次リオン。はい、いいよリオン封。あー、上手。We wish you a Merry Christmas. We wish you. 裁縫式なんないよね。大丈夫だよね。まあいいよ。もう好きに食べて。昼はフレンチトーストとジャムパンを今から作ります。こんな感じでジャムパンの完成でーす。昨日作った餃子でーす。餃子のこれ食いかけなんだけど、もったいないからさ、こうやってさ、もったいないから、これもリュウと残したやつ、全然綺麗だから見せて、餃子を。ライブ？朝ごはん、ライブじゃない。11日目お昼は札幌一番味噌ラーメンでございます。私は食べないけど、リュウトがラーメン食べたいっていうので、ラーメン食べたいっていう時は基本的にインスタントラーメンにしてます。2人分できました。ちょっと、ちょっと、やめろやめろ。やめて、そういうことするの。ダメなの。こんな感じで。工夫するのめんどくさいから。味濃いめにしときましたから。氷入れて薄くて、薄まってちょうどいいようにしてる。11日目はジンギスカンです。これね、3袋で、セットで売ってるんですけど、これもシュートさんに買ってもらったやつで、本当はね、3袋豪華に焼いた方が肉いっぱいなんですけど、我が家は貧乏なので、これを1袋使って、野菜、もりもりで、子供には肉を、私たちは野菜を。はい、そんな感じになっております。ピーマン、椎茸、白菜、ナスビ、
もやし用はないんですけど、とりあえずある食材で炒めて、あれですよ、ジンギスカンをかけると。そんな感じになります。で、まあ、うちにはジンギスカン用の鍋がないので、こうやって普通のフライパンで焼いてます。じゃーん、こんな感じで出来上がりました。卵とニラを入れてます。ジンギスカン味付きなので、味が全部について染み渡って美味しいです。じゃじゃーん、なんとラーメンセットもらっちゃいました。嬉しい、やった。さあ、焼き鳥も入ってるよ。なにこれ、めっちゃうまそうじゃん。最高です。嬉しいよ、涙が出る。じゃーん、じゃーん、できました。肉は入ってませんが、ニラ、しいたけ、キャベツ、あ、ピーマン、ピーマン、なんか同じような具材だけど、味噌汁、ニラ、しいたけ、豆腐、サラダ、なんかぐちゃぐちゃだね。豆腐なんかぐちゃぐちゃにし入れてるだけなんだけど、今日はね、焼きそばとたこ焼きとお好み焼きという関西メニュー尽くしです。もう関西めっちゃ好きやね。関西の人に怒られそう。いや、ほんと好きなんですよ、関西。関西、大阪、県内大好きです。本当に粉物大好きです。粉物とご飯は一緒に食べれるタイプです。ね、タコなし、タコ焼きとお好み焼きもお肉はなし。ということで、ヘルシーなのか、炭水化物慢性なのか分かりませんけど。あ、12日目。12日目です。14日目の、夜ご飯は、お仕事さんからもらったラーメンセットです。まあ、豆腐とネギとか、野菜とかはいっぱい入れまーす。チャーシューもあるよ。豪華やな、なんか。え、すごい。豪華か、嬉しいわ。すみません、ちょっと食っちゃったけど、こんな感じで。15日目、また食べちゃったけど、コーンマヨチーズパンと、スンドゥブと、りゅうちゃんは、なんだっけこれ、いちごジャムパンとカニカマとハム。15日目、年末です。旦那作インスタントラーメン目玉焼きにのせです。年末ですね。31日、豪華にチャーシューのサラダ風とパスタサラダとピザを家族で作ってます。フライパンでできるピザ、まあ、イースト菌とかちゃんと混ぜたんで。しこしそば、あ、そばできたよ。そば雑煮とかって多分こんなに年末を盛大に祝うのは北海道の文化らしいよ。質素なんでしょ、本州の方って。なんかそんな、いや豪華、いやそれはそれだから年始さ、年始、年末はだからそんな派手じゃないんです。北海道は年末こういう馬煮とか雑煮っていう、あ、雑煮は年始からか。まあ作っちゃうんだよね、大量にね。漬物なんだっけ、うん、イワシのなんだっけ、あるじゃん。そんなようなものを食べてます。ピザできた。コーンとツナマヨピザ食べるよ。これコーン食べれるから、ツナマヨとか。16日目、納豆パスタ、キムチ、ワンプレート、餅入ってる、余った 2,3 日前の OK。 どうなんだこれ、おひたしです。16日目、お菓子はね、バクバク食ったら全然足りないので、私たち鬼妻系が重宝している、おやつが、じゃじゃーん、ポップコーンでーす。これ100円ぐらいだっけ？100円、たった100円で、どれぐらい入ってるの？ 250 グラム入ってて、でも少量でめっちゃたくさんのポップコーンができるんですよ。だから私すごいびっくりしたのが、初めてこうポップコーンをね、作った時に、映画館をどれだけ設けてるなってことに気がついたんですよ。だってこんな少量で、だってしかも100円で、こんなにできてね。まあ、色を絡めたり、色じゃないや。味付けとかは確かにうまいよ。でも、こんなんでさ、600円とかするじゃない ?M サイズとかですね。もうびっくりでした。まあこれ絶対に作った方がコスパ簡単です、作り方も。あ、餅、入ってるか。なんで普通にこれ。だめだめ。あれ、いいよ、いときの私やるから。油をね、こうやって上からかけて、
火入れて蓋してパパパパーンって散る音がしたら終わりみたいな。聞こえるでしょうか、このパチパチした音。寝てます。すごい量でしょこれ。こんなにできるんだよ、あのちょっとの種で。おすすめポップコーンはコスパで美味しい、ヘルシーなのか。塩つけて、塩味とか、なんかパウダーいろいろ振って味付けするだけ。バター醤油とかも美味しいよね。あ、ちゅー、ダメダメ。18日目は餃子でーす。溶けるで。じゃーん、うー、うまそう。これ全部ね、食べたらダメなので、ちゃんとね、次の日にも残せよという感じで食べていきたいです。20日目お昼ご飯は、卵かけご飯に海苔とキムチのっけただけです。あとカフェオレ。はい、今日21日目はこの予言豚、あ、予言豚予言豚、もう難しい、三元豚とかはね、ニンニクで焼いていきたいと思います。四元豚ですね。シンプルに塩しか味付けしてない。22日目、うわー、こんな豪華なもん食べていいのかしら、うちら貧乏になんのにね。いや、こんなね、でっかくて北海道産で360円なんてありえないと思ったんだけど、360円ではなかった。息子はなぜかカップラーメンを食べたいっていうので、カップラーメンとステーキになります。贅沢やー、ありがたい。こんな感じになります。カップラーメンとステーキっていうね、謎の組み合わせですけど、はい、うん、うん、最高。360円ではない、2000円はするね、これね、絶対ね、パパ。23日目にしてパパが3本と少量の納豆巻きを、そして4本目に取り掛かろうとしてはいないね。あ、5本か。5本作った。素晴らしい。納豆巻きの男だ。お、すごい !4 本目いったよ、4本目。5本目だ。あ、5本目か。すごい、上手。もう少しで、ね、1ヶ月はあるけど、でも、やっぱ節約生活は続けていかなきゃいけないからね。節約生活23日目。ホットケーキなんですけど、いつものホットケーキ、なんだけど、ベーキングパウダーと、強力粉、卵、砂糖、牛乳に水入れてます。そういうので、こう、増すしかない。でも味多分変わんないと思うけどね。世紀の大発見したかも、また。パパ、やばい。世紀の大発見した、私。水で割ったんだけど、やばい。あの、パンケーキ。はい、すんごい解剖さぼさんで、ごめんなさい。もう寝起きなんだけど。パンケーキです。しっとりしてて。程よく甘い。これはお店のパンケーキ。こんな簡単にみんな作ってんの？パンケーキ屋さん、やばくない？パンケーキできちゃってどうしよう。世紀の大発明なんだけど。私やっぱすげえな。本当だ。ね、ホットケーキじゃないの。パンケーキなの。どうしよう、おばさんみたい。おはようございます。25日目の朝になりました。25日目にして、結構ピンチ。というか、まあ、でも意外に、1000円は残ってるんですけど、1000円になってあっという間に行ってしまうというか、おむつがやばいんですよ、危機。おむつの危機にすっからかんよ、もうすっからかんだよね。なんか謎のケチャップ捨てろよって感じなんだけど、パとかロヨーグルトとか、まあ、今日は肉だけど、卵がね3つしかないのとか、本当にすっからかんなんです。牛乳もないし、やっぱ牛乳と卵がなくなるってなったら多分500円ぐらいいっちゃう。牛乳すっからかんなっちゃって、いけるいけるかも。朝ごはんは豆玉焼きと、ちょっとそっけないので、入ってた、かまぼこ、かまぼこをちょっと切って添えたいと思います。彩りを添えるためのかまぼこです。こんな感じでーす。なんか彩りを大事にした食事。でもなんせ3連休入ってるからさ、最悪、最後の最後になんで3連休なのって感じだよね。ピンチに、時にこういうところが襲いかかってくるのは、これは宿命か運命か。はいはいはい。ぜんざいを作ってみました。25日目の夜は、デデーン。パスタ。で、こんな感じです。26日目の朝、全部これ、3等分に分けた納豆も、パスタも。あとは
余ったサバと水をちょっと含みすぎたホットケーキでぺっちゃになってるね。やっぱケチってる。ベーキングパウダーも一袋しか使ってないし、牛乳ちょっとに水たっぷり入れても美味しいよ。26日目の夜はこのちょっと腐りかけてるキャベツを使ってお好み焼きにします。4丁まあ大丈夫なの。ちょっと漬物の匂いがしてきてるのを買いたいと思います。もうそろそろね、やってんよゲーム。もう寂しいよね、もうゲームだらけ。すんごいでっかいお好み焼きができてしまいました。もうあの中身は豪華で、具材が肉とかチーズとか、今日はなんか普通のお好み焼きにできちゃいました。これはキャベツの芯を料理したんだけど、あ、ごま油をかけて塩を少々パラパラってかけるだけ。食べたらすごい美味しかったです。で、魚肉ソーセージをね今回入れた。ちょっとギャップが激しい、よくわからない料理になってます。上手だね。そう、でかすぎて中が火通ってないんですけど、まあ外は火通ってるので、うん、全然大丈夫です。27日目、わー、明日で最終日っていうわけではないんですよね。やっぱ貧乏なので、これからも永遠に節約が続きます。野菜が玉ねぎしかないので、玉ねぎと豚肉だけのカレーライスです。こんな感じです。ほんとシンプル is the best。 あ、レモンも、まあ、レモン使ってない、どうしよう。あ、待って、芋あったわ。芋がありました、やった。玉ねぎ、豆腐カレーとかにしたいんだけどさ、子供たち変なの入れたら嫌がるからさ。冷凍庫はね、こんな感じ。チャーシューでしょ、鶏もも、胸肉のご飯と、あ、なんか下にもひき肉、意外と肉ある。野菜がね、なくてさ、やっぱ乳製品とお菓子がないのが痛い。私たち家族はそれがないと生きていけない。バターとかは別に買わなくてもいいんですけど、ヨーグルトとかも我慢できるんですけど、牛乳と卵だけはすごく必需品、必須アイテムですね。私くの間に鍋ながら寝るのは何でだろう。玉ねぎのせいだよ。こんな感じでね、いっぱい玉ねぎでさばしまし、ニンニクも入ってますよ。で、私たち大人はやっぱりちょっとうるさいね、辛いのを食べたいので、これ市販の、ね、業務スーパーで買った安いやつなんですけど、すっごい美味しい。マジマジで、あの、作らなくても美味しいやつ、これ。いや、安い。これあればカレー作る必要ない、独身の人はって感じなぐらい超うまいです、これ。我が家は、まあ、私がいるので作るけど、もしめんどくさいっていう、ってか辛い、ほら子供いると辛いもの食べたくても別々作らなきゃ、すっごいめんどくさいじゃないですか。こういう、たまにこういうのを買ってると、あの、辛口を食べたい、これすっごい辛いよ。甘口と辛口をミックスすると、まあ中辛以上ぐらいにはなる辛さになるので、これあるだけで本当おすすめです。激安よ。あの、白髪は忘れたけど、こんな感じで2つに分けて、で、これをまあドバーと、こっち大人用みたいな感じで、まあこれを量を見て入れて溶かして、なんだろう、各家庭によって隠し味とかあると思います。私はケチャップ、とんかつソース、とんかつソース、前にチョコとか入れてたけど今チョコは入れてない、醤油入れたりして、はい、で、子供用は少しマイルドにするために牛乳を入れてます。そうだ、集まっちゃう、アツマっていうところにいた時に豆腐カレーっていうのがあって美味しかったんですよ。じゃじゃーん、豆腐カレーです。というわけで、こんな感じで年末年始クリスマスをしましたね。ステーキ食べたりね、すごい豪華な、前編よりも豪華な食事になってるという、うん、謎の、うん、生活ですけど、そういうね、人の支えがあってこうやって支えられてるなって思うし、お米をね、やっぱ友達がくれたりとか、前コラボしたジョイさんがね、前に里芋くれたりとか、こたつのね、毛布くれたりとか、まあみんなに本当に支えられて、あの、鬼妻家はなってるなって思います。本当に嬉しいです、ありがとうございます。どうにか、あの、サポートされてきている次第でありますけど、そろそろ企画の方をねやっていきたいと思います。もうね、ポーチにしまうのがめんどくさくなって、結局財布に入れるという、そういうお家です。計算します。はい、出ました。結果発表は11,418円です。まあというよりか、まあちょっと過ぎてしまったんですけれども、難しいです、日用品含んだのでやっぱり。あ、でも11,418円で超優秀じゃないですか。自分で言うのもなんだけど、まあね、それこちらのね、動画ね、地域共通クーポンのもらえたりとか、お仕事さんから
もらえたりとかというのがあっての11,418円なんですけど、それとプラス、うん、旦那のお気持ちということで、やっぱり旦那がね、こう自分のお小遣いからちょくちょくお菓子買ってくれたりとかしてくれてるので、実際はもうちょっと行ってます。1ヶ月1万円プラス、みんなのサポート代ということになります。やっぱりこう口に出せばあの夢は叶うじゃないけど、うん、やろうと目標に決めてる時点で行動に移すように頭がちゃんと働いてくれるんだなっていうのをすごい実感しました。だからもう目標金額を決めないと散財しちゃう性格なので、まあ、決めとくといいんだなって思いました。すごく勉強になりました。冷蔵庫の中のものだったりとか、こう眠ってたインスタント、なかなかね手につけないもの、無駄なものを買わないで家にあるもので賄えるってことを知ったし、なければなければおにぎり食べたりするんですよね、まあ、でもなんかそれだけだと私的にはなんかね、まあ、おにぎりだけだと買えそうだなとか、そういうなんか親のなんかこう英語的なのが働いてお菓子買っちゃうんですけど、適応能力が高いなというのと、まあ、私たちが適応能力がだいぶ鈍いというか、あのやっぱチョコ食いてえなとか砂糖食いてえなみたいな、そういうやっぱ欲求に駆られてお菓子を買って子供を食べちゃうっていう、そういう負の連鎖はありましたけど、うん、まあ、でもそれでいいんじゃないですか、いいね、いいんじゃないかなと思ってます。今回1ヶ月1万円生活無事に達成できませんでしたできなかったけど、まあよかった。でもまあまあまあでもいいよね、優秀だよねパパね、うんつってる、優秀だ。これ寒いのでねジャンパー着てんだけど、とても嬉しいです。というわけで終了します。このチャンネルはお父さんやお母さん、特にお母さんのために元気になってほしいなという思いで、この動画を配信しています。ママたちに勇気を与える動画を配信していきます。どうぞチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃねー。